ベルン中央駅は、スイスベルンにある、スイス連邦鉄道の鉄道駅。ベルン中央駅交通量の観点で、ベルン中央駅は、チュリッヒ中央駅に続いて、スイスで2番目に、大きな駅である。ベルン中央駅の地下には、狂気のベルンゾロトゥルン地域交通の路線も、乗り入れている。ベルン地区の S バーンのターミナルでもあり、ベルン大学のすぐ脇に位置している。ベルン空港へのシャトルバスが出ている。 1857年6月16日、スイス中央鉄道がヘルツゲングフ税からベルンへ向けて建設したミッテルラント線が開業した。しかしながら、アーレ川に架か,かる鉄道橋が未完成であったため、1858年まで対岸までの線路であった。このため、バイラーフェルトカリ駅が設置された。旅客はそこから馬車でベルンまで移動していた。 1858年11月15日、アーレガーに架か,かるローテ橋が完成し、ベルン駅へ列車が走るようになった。駅舎がまだ建築中であったため、客扱いは暫定的に貨物ウワイヤの中で行われた。精霊協会のクリストフェル島のそばに4つの番線を備えた駅がスイス中央鉄道によって建設された。設計は、 バーゼルから来たルードビィヒ・マリンクとビルヘルム・プレッセルの共同によるものであった。建設工事は1858年2月12日に始まり、1860年5月1日に開業した。開業して間もなく、交通量が過小に見積もられていたことが明らかになり、駅舎と鉄道管理関係の建物は手狭になった。 ベルン国有鉄道がビールと結ぶ鉄道を建設しようとするに至り、1864年には早くも最初の建て替えが提案されている。スイス中央鉄道は1870年に通過式配線の駅をブルガーシュピタルの北西側に建設することを計画した。様々な提案がなされたが、大部分の点でスイス中央鉄道の提案が受け入れられた。建設のために、 ベルンの大城壁の一部が撤去されている。1897年、鉄道管理局の建物は火災で完全に消失している。しかしながら、後に同じ形態で再建されている。1902年7月10日の夜、再び炎上した。消防隊が1時間半後に鎮火に成功したが、駅の食堂関係者の寄宿者が全焼している。ロジャーデスポンドにより1958年に、 駅舎は建て替えられた。1966年に新しい駅舎が完成して営業を開始した。その新しさゆえに1900年頃から1920年頃にかけて建てられたものが多いスイス国鉄の他のほとんどの大きな駅と比べて建物のスタイルはほとんど似ていないものとなっている。建物は鉄筋コンクリートとガラスでできている13の番線を備えた。 通過式配線のスイス国鉄の駅の他に、地下に4つの番線を備えたベルン・ゾロトゥルン、地域交通のターミナル駅がある。駅舎の一部の改修と建て替えが2003年12月に完成している。新しい駅には、街中の商店より営業時間が長く週末でも営業している。商店街が入っている。中,比中央駅のシャップビル商店街と同じように、 ベルンの条例による商店の営業時間規制がスイス国鉄の土地には適用されないことを利用したものである。2004年12月12日、バーン2000計画に基づくダイヤ改正に合わせてベリー・ホンベルンがオープンした。これはベルン中央駅の西側入り口となる線路上を覆った歩行者通路である。2007年の初頭から駅前広場の再開発が始まった。これは UEFA を欧州選手権2008の開催までに完成させる計画となっている。再開発では路面電車とバスの停留所の再編、駅前広場への展外の設置、ブーベンベルク広場の再編とクリストフェル地下道の撤去が行われることになっている。駅前広場の路面電車の停留所と展開線の再構築は将来のベルン西側への系統延長を考えたもので、 ヴィンプリッツやブリュネンへの路面電車の接続は2010年に完成する予定である。ありがとうございます。